えー、こんにちは、えー、競馬ブック関西編集の米光です今週の推奨場は4日目日曜日の5レース、えー、新馬のスマートオーディンを推奨したいと考えています、えー、以前から重心の低い走りとシャープな伸びあるいはその馬っぷりの良さ高バランスということで注目していましたが、えー、今週の動きも素晴らしかった調教師に話を聞きますと ゲートも普通に出るしアンジョミルコ・デムロとの打ち合わせもバッチリだということで、まあ、相手は強いんだがなんとかなるんじゃないかなという話でしたねその相手というのが、えー、ゴールド・アリュールの弟のレジン・インパクトあるいはサマーチャンピオンになった成田クリスタルの弟のレッド・ウィズダムこの2頭なんかが有力視されています、えー、この2頭への馬炭2点 とこのスマートオーディンの端緒を買ってみてはいかがかなと思ってます。